はい、皆さんこんにちは。ファミリー空海です。今日はですね、麻婆豆腐作っていきたいと思います。私麻婆豆腐はあんまり作らないんですよね。まあ、作るとしたら麻婆豆腐の素を使って作るっていうのが一般的ですかね、私の場合。ただね、今回麻婆豆腐の素ではなくて、まあそれ以外のもので、それ以外ですか、本格的なものを作っていきたいと思います。私の中でですね、本格的なものを作っていきたいと思います。で、まず材料の紹介ですね。まず、麻婆豆腐なんで、豆腐ですね。で、あとはこちら。こちらですね、OK で買ってきた肉なんですけども、普通麻婆豆腐って言うと、豚肉ですかね。まあ、ひき肉使うとしたら。でも私は、牛ひき肉を使いたかったんですよね。牛ひき肉。でもね、牛ひき肉売ってなかったんで、合いびき。牛と豚が7対3の、合いびき、買ってきました。で、これ大体、豆腐が 400g。で、こちらも大体、360g ぐらいかな。370g か。合計すると。2つあるんでね。370g。これ作っていきたいと思います。で、あとは、まあ、野菜はネギ一択ですね。ネギ一択。で、あとは、この麻婆豆腐作るとき、私必ず必要とするものがあります。そうです。こちらです。ホワジャオ。うん。花椒。ですかね。ただこれがなければ、あれでもいいです。うなぎによく使う山椒。山椒でも十分です。どちらかですね。どちらか。必ずこれは入れます。で、あとは、ラー油とかごま油。これも使いたいんですけども、まあないんでね。この前買ってきたこれ。サテトム。ベトナムの。なんかね、ベトナムのかけ、食べるラー油みたいなこと言ってたんでね。まあこれでラー油とごま油。やっていきたいと思います。で、あとは、ニンニク、生姜。おろしなんで、もう、牛肉か、この、肉を入れると同時にもう投入しちゃいます。おろしなんでね。おろしてなかったら、切った、固形物であれば、最初これを、生姜、ニンニク、炒めた方がいいですね。油で炒めて、匂い立たせてから、それで、ひき肉を炒めればいいと思うんですけども。まあ、チューブなんでね。まあ、同時に入れたいと思います。あと、牛肉が入ってんで、私の中で、鉄板、ナツメグですね。あとは隠し味に砂糖ですね。まあ、角砂糖1個くらいでいいという話です。でもね、このサテトムはね、若干辛いんですけども、これだけじゃ辛さはカバーできないんでね。こちら。ハバネロの唐辛子。私、唐辛子っていうのは基本これです。これです。これを使ってます。これは、まあ、少量入れます。で、あと、これは鶏ガラスープですね。150cc かな。150cc なんですけどね。普通の鶏ガラのスープ、スープとして飲めるのにちょうどいい味でいいです。濃くもなく、薄くもなく、ちょうどいい味で。まあ自分でちょっと調節してみて作ってみてください。で、あとこれ。片栗粉ですね。片栗粉。これがないと始まりません。固まらないんで、ドロドロしたのがなくなっちゃうんでね。この片栗。水溶き片栗粉。でですね、ネットで調べたら、片栗粉と水、だいたい 1.2 ぐらいの割合がいいそうです。片栗粉が1に対して、水が2。まあ、倍量ですね。倍量。それでいいという話です。ということで、作っていきたいと思います。はい、ではまず、切っていきましょう。まず、ネギですね。これは丸々1本使います。これ洗いますね。青い部分はもうざく切りでいいです。ざく切りでいいです。まあ、白い部分ざく切りもいいんですけどね。まあ、青い部分はこれぐらい1センチ四方でいいんじゃないですかね。どうせ炒めてるうちに小さくなりますから。で、今度これですね。白い部分。これはですね、私切り方あんまりわかんないんですけどね。まあ、こういう風にして。こんな感じです。こんな感じ。そうですね、1センチ弱、7、8ミリぐらいですかね、幅。はい、そういうことで、こういう風な感じでやりましょう。でですね、豆腐はですね、これどうしようかな。で、豆腐はですね、まずちょっと水切って、置きましょう。あらかじめ切って、それでなんか塩入れて湯がくみたいなことを、まあ、言ってる方もいますけども、まあ、家庭で作る、麻婆豆腐なんでね、ちょっと水を切って。で、これ入れるときに切りたいと思います。ということで、では、作っていきたいと思います。で、肉、入れたいと思います。
レモンをすかさずナツメグ投入です。今回はね、あのシナモンをあんま使わないようにはしたいと思います。ここまで、もつね。で、次に生姜に肉、まあ、こんな感じでいいでしょう。ニンニクを同量ぐらいでいいんじゃないですかね。ニンニクを同量、ね、でも手を炒めていきます。で、もう同時にネギを入れてますね。ネギは同時に入れてもいいと思います。肉と同時に、ね、入れてもいいなと思いますけどね。で、まあ大体こんなポケポケポケと水分がこう沸騰し始めてきたら、調味料入れたいと思います。ですね、まずこのパテトムですね、パテトム、まあ小さじ2杯ぐらい入れましょうか、ね、小さじ2杯、この花椒、花椒、これね、作った段階、出来上がった段階でもう一回味見しますけど、ね、その時また味がちょっと大変インパクトなかったらいきたいと思います。で、あとは、砂糖、かぶ砂糖1個、はい、ではこれで、そしたら今度は鶏ガラスープ入れます。青汁、シシ、なんと異国情緒が異国情緒が、もうちょっとパージョン入れるか、そうですね、豆板醤代わりと言いましたけども、まあ味噌も加えてみましょう、せっかくなんでね、まあ味噌が、まあ、これぐらい、これぐらい、で、豆腐を入れるんでね、結構塩分強めでいいと思います。まあ塩コショウ、豆腐一丁お願いします。見えますかね。あ、すごいよな、豆腐 400g って感じですね。で、まあ、まあ、優しく、本当はね、さっきも言ったんですけど、醤油、あ、塩か、沸騰したところに塩を入れて、で、その中にまたこの豆腐を入れて、で、温めればいいんでしょうけどね。そうしたらすぐ温かくなるんで、合体させた時で、塩分が足りないと思ったら、まあ、適宜、まあ、塩だとか、あと鶏ガラスープ作ったんですよね、直接もう入れちゃってもいいと思います、ね、こんな感じかな、うん、お、ちょうどよくできた、鶏ガラスープがちょっと少なかったみたいですね、ということで、じゃあ最後これですね、水溶き片栗粉、これで固まるかな、どうかな、あー、とろみだ、とろみがで、ついてきた、あー、いや、これはこれは、あ、一挙にとろみつきましたね。もう、じゃあもう豆腐も温まってきたんでね、ワインで終わりにしたいと思います。ご飯にかけてもいいんですけども、まあちょっと今回麻婆豆腐とご飯別々にやってみたいと思います。はい、ということでできました、麻婆豆腐、いろんな調味料を、使ったんでね、ただ
豆板醤使ってないんで色が若干薄いですよね。でもとろみも若干あって、美味しいと思います。ということでね、早速、食べてみたいと思います。後ほどね、麻婆豆腐丼みたいな感じで食べていきたいと思います。では、おー、プル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 。うん。やっぱりホアジャオを入れたんで、なんていうかな、本格的、より本格的な味になってますね。いや、美味しい。で、豆腐もですね、まあ、豆腐にこの麻婆豆腐の味染みてなくても、まあ、十分、この麻婆、このタレですね。ひき肉を使ったこのタレ。これの塩味と相まって、ちょうどいいように調和されてます。ただね、これ、私の好みで作ったんですけども、まあ、塩加減とか、とろみ加減っていうのは、まあ、ご自身で作るとき、まあ、最終段階でチェックされた方がいいと思います。ね。私はこれぐらいの、メニューの通りの、先ほど撮影した通りの分量で、ちょうどいいです。うん。で、ご飯。この豆腐は 400g あって、で、肉は370g、約 370g 使いました。まあ、おおよそ約1対1ぐらいですね。ええ。まあ、正確に言うと、豆腐対肉の割合が4対3.7ぐらいです。まあ、1対1ぐらいがボリュームがあって一番いいような気がしますよね。肉好きの方だったら。ええ。でも、俺は豆腐の方が好きなんだって言うんだったら、豆腐の量増やせばいいとは思いますけどね。ええ。若干ね、ベトナムテイストも入ってます。まあ、ベトナムというか東南アジアテイストも、ナンプラーとか入れてますから。うん。でもまだね、基本ナンプラーは、なんていうかな。まあ、今回入れた砂糖と同じように、隠し味的な存在なんですよね。うん。まあ、東南アジアの方から見れば、まあ、メインなんでしょうけども、結構隠し味的な感じで、使うと、より美味しく。私は感じられますけどね。よくね、麻婆豆腐は飲み物だなんて言ってた方いらっしゃいましたよね。まあ気持ちはわかります。飲み物ね。うん、はい、また持ってきました。晩酌。この音がね、ということで、お疲れ様です。乾杯です。おぉ。おぉ。この麻婆豆腐の、特に辛さと合いますね。さらにね、今回野菜はネギしか入れなかったんですけども、いや、もっとボリューミーなものが食べたいんだとか言って、まあ、キャベツとか、玉ねぎとか入れるのはいいんですけどもね。いいんですけども、本当それ麻婆豆腐かっていうような感じになっちゃうかもしれないんでね。どうしちゃったら、例えば、玉ねぎと、まあ、キャベツをチンして、それでまあ、ふわふわにして、その上に麻婆豆腐かける。そんな、なんか麻婆豆腐をある種ソース的な役割として、まあ、食べるっていうのはありだと思います。辛さとか、味だけだったら、今の作り方でもいいと思うんですけどね。いやー、赤いのがいいよっていうんだったら、やっぱり豆板醤必要ですね。やっぱちょっと薄いんですね、色が。でも味は濃いです。ただネギはもうちょっとね、もうちょっと大きく切ってもよかったかなという感じになります。もうちょっと大きく切った方がよかったかな。結局最終的には熱加えれば大きくてもネギは、まあしなしなしちゃって小さくなるじゃないですか。あそこまでなんか細かく切る必要なかったかなという感じはあります。カニもそうなんですけども、麻婆豆腐食べるときも、なんか会話が少なくなりますね。もうずる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 いっちゃうんでね。ということで、お待ちかねです。麻婆豆腐丼。あちち。麻婆豆腐丼。いただきます。二度美味しいですよね。
カレーだったらカレーのルーだけ食うっていうことはできませんからね。麻婆豆腐だったらまあ、これだけでもね、豆腐とこのひき肉だけでも食べれますから。まあ今回は入れなかったんですけども、ここにパクチーを入れるということも考えられます。ただ、パクチーを入れると、おそらくガラリと風味が変わるんで、いくらパクチー好きとは言っても、いや、麻婆豆腐のあの風味が好きなんだよと。ホワジャオ香るあの風味が好きなんだよという人は、パクチーかけない方がいいかもしれませんね。あと今回、まあ、牛肉と豚肉の合いびき使ったんですけども、まあ、豚だけで作る。あるいは、鶏でもね、鶏のひき肉でも、鶏肉のひき肉でも、まあ、十分美味しくできると思います。味は多分、おそらくガラリと変わるんじゃないですかね。ということで、ラストの一口。ごちそうさまでした。と、まあ、一気に食べましたね。今までの動画の中で一番時間短くなるかもしれませんね。料理動画としては。まあ、そういうことで、もう文句のつけようがない。火の打ちどころがない。麻婆豆腐。みんな大好き麻婆豆腐でしたね。麻婆豆腐は飲み物。カレーと堂々飲み物。しかし、豆腐が入ってる。で、ひき肉も入ってる。その割合が結構高いんでね。全体的に。なんでね、十分。飲み物というよりも、飲み物と同時に食べ物でもあるというふうなこと。カレーはね、やっぱりね、やっぱドロッとしたのがまあ主流だと思うんでね。まああそこにものすごいもん、じゃがいもだろ、なんだろ、野菜だろ、全部まあ入れて、それで作りゃ話別ですけどね。またカレーとはまた違う種類の飲み物。というような感じ。受けました。まあ、ということで、まだね、ちょっとビールとか残ってるんでね。まあ、トマトも残ってるんでね。これ食べて終わりにしたいと思う。これ、まあ、食べて終わりにしたいと思います。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。